皆さんこんにちは、鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。はい、今日はこちらです。鉄道模型の動力車から発生するイオン問題でございます。前回のね、このパノラマカーの動画の時にご指摘たくさんいただいたんですけど、モーターからすごい音がしますよっていうのはね、私も気づいてはいたんですけれども、僕メンテナンスが大嫌いなんですよというねことを言っても仕方がないんですが、大体いつも適当にまあなんとかごまかしごまかし走らせてきたんですけれども、やっぱりね大事な鉄道模型を触ってるのでね、このまんま放っておくと、壊れちゃったりするといけませんので、今日はこちらの動力車のメンテナンスをやっていきたいと思います。で、7000系パノラマカーの時にいただいたコメントを一つ紹介します。タミヤのセラグリス HG を動力の歯車に塗り、他の歯車になじませると動力のイオンは治ると思いますよ。引用元、うんぬんかんぬんということで、私このハルキ3500さんですね、この動画をちょっと見てみましたら、非常に詳しく書いてありました。で、ちょっと今回はですね、その動画の他にもいろいろですね、皆さんメンテナンスの動画を YouTube でアップしていることが結構見えまして、それらの動画を見てちょっと勉強しまして、実際僕がこの、名鉄7000系の動力車をメンテナンスできるかやってみたいと思います。教えてくれたこの子の言うとですね、グリスを買ってきました。タミヤの接点グリスっていうのとセラグリス HG っていう2つのグリスを買ってきました。どうやらこの接点グリスっていうのが、電気系統の接点に使うグリスで、こっちのセラグリス HG っていうのはプラスチック製の歯車なんかに添付するグリスだそうです。で、とりあえずこれとこのピカール、これらを使って、名鉄7000系の動力車の、分解メンテナンスを一気にやってしまおうということで、動画を撮りたいと思います。それでは早速作業開始。はい、それでは分解していきたいと思います。まずはボディを外していきたいと思います。次に台車を外していきたいと思います。これ TN カプラ、こちらを外していきます。はい、次にこの床下を外しますが、これはちょっとこの穴にマイナスドライバーのようなものを差して、そうすると爪が外れます。で、これを外すらしいんですが、ここが爪でこう止まってるんですけど、この爪が非常に折れやすいそうなので、これは慎重に外していきます。あまり一気に外そうとせず、反対側も同じように。はい、外すことができました。ちなみにこれモーターの終電用のスプリングですね。ここに入っているやつが今取れちゃいましたけど、本来はここに入っているスプリングなんですが、今外れてしまいましたので、一応念のため戻しましたけど、このような状態で外れます。これが終電板になります。すごいな。ここでそれぞれ、レールから来た電流を台車を通してここへつながるわけですね。このバネもなくすといけないので、とりあえず外しておきます。ここまで来れたらこれを外します。この部分がこのように回転して、台車に動力を伝えるわけですが、どうもここにね、ホコリやら、髪の毛が詰まってたりするとうまく回らないことがあるそうなので、ホコリが詰まってないかをチェックしていただければと思います。それでもし、ホコリなんかが詰まっていましたら、こう広げて、ちょっと広げて持ち上げると外れます。この側もちょっと持ち上げて、このように外れますので、ティッシュなんかでするといいんじゃないでしょうか。では戻します。
それではこれを元に戻したいと思います。一度モーターを台車から外して、反対も同じようにシャフトに刺します。この状態でモーターを元に戻します。モーターの終電用スプリングを元に戻して、はい、ここまで戻せたら今日買ってきたセラグリス HG、 こちらをつけていきたいと思います。ほんの少しの量ですので、はい、ちょっとだけつけました。そしたらとりあえずこれで台車を元に戻して、で異音が発生するかどうかだけちょっと試してみたいと思います。はい、試しに走らせてみましたけれども、まだ異音が発生しますので、おそらくこの台車の中のギアに少し問題があるのかもしれませんので、次回はこちらの台車を分解掃除するメンテナンスをお送りしたいと思います。はい、ということで今日はトミックスから発売されてます名鉄7000系、パノラマカーの動力車の分解メンテナンスの仕方の第1回目でした。参考になりましたでしょうか。